どうもお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあまた来ます。秋口まで。うん。秋口ぐらい。そうですね。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございます。行ってらっしゃいます。じゃあ失礼します。おせご屋さんでね、美味しい朝飯3杯食っちゃった。本当にありがとうございました。で、今日のね、まあ予定なんですけど、おせご屋さんの方の情報で、あのね、よっぴ橋から牛首の方に抜けるルートあるんですよね。で、そっちがね、なんか結構、日光キスゲが咲いてるみたいな、そんな情報があったんで、こっちがですね、一旦赤田城方面に行って東電分岐を左行って、で東電前を通って牛首の方に向かっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、そろそろね、東電分岐です。いやぁ、綿杉がね、いいね。ちょっと朝露に、まあ朝のうちはね、これ朝露が被ってるんで、こう、花がね、なんていうの、ポニョってしてるんだけど、そのうち、ふわーっと開いてくるでしょ。この小屋もね、非常に好きな小屋です。渋滞してる。はい。まあ気持ちはわかるよ。おお、揺れる揺れる。はい、よっぴがですね。よっぴがね、もう何回か言ってると思うんですけど。これずっと行くと、まあ、平なめ、三条、まあ、いくつかの滝を経てね、只見川に入って、まあ、最終的には日本海に注ぎます。うわうわこっからね、湿原の様相が一変しましたね。はい、黄色い絨毯になってきました。まあ、絨毯ってほどではないか。まだ日光キスゲが群生してますね。はい、日光キスゲはね、あの一日花なんで朝咲いてその日で終わりですから、
あとね、まあ、これももちろん全部そうですね。まあ、ここの株はね、まだ一個も開いてないですし、まあ、この開いてる株も、1,2,3,4,5,6,7、7つあるうちの1個しか開いてないですね。で、これがそろそろ開きそうですね。はい、牛首です。あ、羊草、俺大好きこれ。羊草って名前の由来がね、僕が聞いたのは羊の刻頃に咲くということなんですよね。虹、1時間2時ぐらいかな、午後のね。あ、昨日ありがとうございました。あ、どうも。お疲れ様です。お疲れ様でした。あのね、せっかくなんで花豆ジェラートを食べようと思ったんだけど、まだ準備中でした。はい、今日ね、ちょっとさっき、ビジターセンターの方と話したんですけど、なんか午後からあまり天気良くないっていうんで、今日はこのまま鳩町に上がります。はい、じゃあいよいよね、尾瀬ヶ原とお別れです。じゃあ行ってみましょう。いや、今日は私物登る予定が疲れちゃって、このまま。いや、今日は暑いですもんね。暑いですよね。まあ雨もでも、わかんないですもんね。なんか午後から降るみたい。降りそうな気配が、うん、すいません。いや、全然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 大丈夫です。今日暑くなるので気をつけてください。はい、すいません、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、またよろしくお願いします。はい、あっさり鳩町峠着いちゃいました。涼しいからね、あんまり疲れなかったね。はい、はい、大丈夫です。はい、はい、見えるのはね、徳良の第一駐車場、さっきまであそこに止めていましたということでございましてね、2日間にわたる尾瀬歩き、ただいま終了しました。1日目はね、綿菅に彩られた綾目平、もう最高でしたね。そして尾瀬ヶ原に降りて、尾瀬小屋三泊まり、やっぱりね、グルメとね、もう素晴らしい接客、そしてお酒、もう最高でしたね。で、2日目は、日光木菅、まあ、そろそろ咲いてきましてね、もうぶわーっと大体3分咲き4分咲きぐらいで、素晴らしい日光木菅を見ることができました。はい、ということでございまして、今回もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。カパオでした。